結構弱いで、毒やね、毒を直して矢を抜かずに極限まで直しておきますね、傷を。どれや、だいぶ弱いです。あれ、どこ行った、おった。フィアーはめっちゃ弱いです。で、どっかに、あ、これか、ユニフォームもらえちゃいますね。これは確かめっちゃカモフラ率が上がるけど腹減るってやつですね。ここはちょっとカムフラ率上げとかんと下から誰だってなるんでね。危ないこの足の矢が刺さったまんまでしょ、さっきのフィアー戦の。これで治ってしまうと抜けないんですよね。ずっとこのままです。もうラストもこんな感じでいくことになりますね。こう いっぱい矢を蓄えといて、あえて完治させずみたいなのにすると、もう矢だらけで攻略していくことになります。ちょっと間抜けな感じになるんですよね。でグラーニンがくれた鍵はここの鍵です。ここ通って、山岳地帯からグロズニーグラード入れるぞっていう情報をくれたんですね。ソコロフ嫌いやからあんなやつとっととさらっていけやみたいなことなんでしょうね。スネーク、聞こえる？エヴァ、今どこに？大要塞グロズニーグラードよ。ソコロフ博士もここにいる。無事なんだな。ええ、今要塞内でシャゴホットの最終調整をさせられてる。少なくともまだ奴は必要とされているということか。今のところは。でも急いで、フェーズ2のテストも完了したわ。最後の調整が進めば彼は用済みになる。CIA に奪われるくらいなら大佐は簡単に殺すわ。エヴァ、ソコロフのそばを離れないでくれ。分かってる。スネ君、グロズニーグラードの場所分かる？ここから北にある山岳から要塞へとつながる地下壕へ行けるとグラーニンから聞いたが。グラーニンが？ああ、奴はここへ進めるよう鍵も渡してくれた。どうして？寄っていたからじゃないか。冗談でしょ。さあな。でもスネー君、そのルートには一つ問題があるわよ。どんな？要塞内部へつながる地下壕の山岳側出口は封鎖されてるのよ。鍵がなければ入れない。鍵？グラーニンがくれた鍵では？その鍵では開かないわ。大丈夫、私が何とかする。グラーニン、スネが甘い。そうね、山岳の頂上に廃墟があるからそこで落ち合いましょう。山岳の頂上だな。分かった。待って、まだあるの。どうした？コブラ部隊の一人が山岳手前のジャングルで待ち伏せしてるらしいわ。伝説の狙撃手、ジ・エンドよ。そいつなら見た。かなりの老人だろう。侮らないで。彼は近代狙撃技術の外も言われている兵士よ。奴は一人か？観測所は？いいえ、彼も一人よ。観測所は必要ないらしいの。どういうことだ？森のすべてが彼の味方らしい。森が？気をつけて。分かった。俺もここでジエンドになるわけにはいかない。で、ここで先に、さっきねスナイパーライフルでジエンドを殺しといたら山猫部隊が待ち伏せしてるわっていう会話に切り替わります。で、実際山猫部隊がおる感じになるんですけどね。まあきっちりジエンド戦をやっていきたいと思います。ここもちょっとカムフラ率を上げときたいところですね。水時の弾がないね、結構。危ない危ない。ん？これか？いいね。あとできればもう一個欲しいんやけど。まあ、これでいきましょうか。